双方攻守の方向を変わりまして、これより第2クォーターに移ります。三重は今度はホームスタンド側から見まして、右から左に攻める格好に向きが変わっております。三重ファイヤーバード自陣3ヤードからサードダウン13。不成功。クォーターバック9番プレイアクションから右に展開していった40番にパスを投じましたが、このパス40番キャッチできず、パス不成功となりフォースダウンに変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン13、パントフォーメーションを取る模様です。しかしパンターがエンドゾーン後端にいるという非常に厳しい状況でのパントになります。このパントは大きなキックにはならず、結果的には三重陣20ヤード付近で攻守交代となります。エールズ再び相手陣深い位置から攻撃開始する形になります。エールズ相手陣19ヤードからファーストダウン10。成功。クォーターバック4番右に展開していた17番にヒッチパス、そこからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、これはしかし三重ファイヤーバード25番がタックルしまして、ゲインは4ヤードほどに留めております。しかしタフなキャッチを決めましたのはリードエフォートエールズ17番の福山でした。これを務めましたのは三重ファイヤーバード25番の鈴木です。リードフォートエールズセカンドダウン6。パス不成功。ここでクォーターバックパスを重ねました。今度は左側にパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスのカバーありまして、パス不成功になっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。リードウェイフォートエールズサードダウン6、ボールオンは相手陣15ヤード。パス不成功。今度は中央を横切りましたワイドレシーバー7番目のパスですが、しかしこのパス不成功です。ここでしかしイエローフラッグが投じられております。反則があった模様です。相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。しかしこの反則をあえて、三重は取りませんでした。プレーを成立させフォースダウンに変えます。従いましてエールズフォースダウン6となります。ここでエールズフォーメーションを変え、フィールドゴールによる3点を狙います。リードフォートエールズフィールドゴールトライ、キックレングス37ヤード。
これはどうか、フィードボール失敗。結果的にこの攻撃は無得点という形で終わりました。フィードボールは失敗しますとこの時点で攻撃権喪失する形になります。従いまして攻守変わりまして三重ファイヤーバードに攻撃権変わります。ファイヤーバードなんとかここはしのぎまして攻撃権を取り返す形になりました。さあこれをきっかけとすることができるでしょうか。ボールオン自陣20ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。パス不成功。まずパスプレーから入りました。左に展開していた7番にパスを通しそこからキャッチアンドランを図らせるというところでしたが、しかしディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。当時だと下がりましたが、しかしディフェンスプレッシャーを感じて左方向へ展開、スクランブルを展開しようとしました。しかしこれをエールズ逃さず仕留めまして約2ヤードロスに変えています。三重ファイヤーバードサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン12。QB サーク。クォーターバック9番下がりまして奥に投げ込もうとしましたが、このタイミングを見計らいましてリードエフォートエルズ、94番でしょうか、猛追しまして QB サーク。70番と含めまして QB サーク仕留めて大きく交代させる形に成功しました。見事 QB サークしましたのは84番柴田、70番前園です。三重ファイヤーバードフォースダウンロングパントフォーメーション。このパントもシャンクしまして結果的に三重陣22ヤード付近からので攻守交代となります。攻撃権はこの時点でリードエフォートエルズに変わります。さあエールズ非常に有利な位置から攻撃を展開開始いたします。ボールオン相手陣21ヤードの位置に置かれました。この位置からリードエフォートエールズの攻撃となります。リードエフォートエールズファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しました。しかしここは三重もディフェンス陣殺到します。73番、77番立ちはだかりましてこのランプレーを1ヤードに留めております。対応いたしましたのは三重ファイヤーバード73番清水、77番の池田です。三重失礼しました。リードエフォートエールズセカンドダウン9。ここでホイッスルが吹かれています。イエローフラッグが投じられました。反則が発生しています。スナップ前の反則でテンプラグになります。87番、ゴラード下がってセカンドアウェイになります。オフェンスの反則です。エンクローチメント、ボールよりも前にいた位置で、プレーを開始してしまいました。5ヤード抜体という形になります。
従いましてリードイホートエールズセカンドダウン14で試合再開となります。さあ下がりましたが突破になるでしょうか。パス成功。クォーターバック4番リーに展開したワイドレシーバー10番にパスを通しまして約10ヤードのゲインを果たしております。しかし攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。しかし見事なキャッチをいたしましたのはリードイフォートエールズ10番の藤原でした。リードイフォートエールズサードダウンのサードダウン2。リードフォードエルズファースター。ここで選択者のオプションプレーでした。ピッチを受けましたランニング枠34番相手ディフェンスをかわしながら右オープン展開し攻撃権更新です。エルズファースター。見事に攻撃権更新果たしましたのはエルズ34番のヤギです。さあこれによりましてエルズ相手陣10ヤードに入ってのファーストダウン2ゴールに状況を変わります。4回でタッチダウンを狙います。パス不成功。ここでクォーターバック4番中央横切りましたワイドレシーバー7番にパスを投じました。しかし7番これをキャッチできずパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに状況変わります。エールズ相手陣10ヤードからセカンドダウン2ゴール。パスを投じようと下がりました。そこにディフェンス佐藤。このプレッシャーを緊急発進のキーにしスクランブルに転じました。この判断構想し左オープン展開しクォーターバックそのままエンドゾーンを駆け込んでタッチアウン。エールズクォーターバック4番ノブヒロの素晴らしい見脚でタッチアウンを重ねまして6点追加としています。そしてトライフォーポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加。リードフォートエルズ22点、三重ファイヤーバード0点となっております。着々と得点を重ねておりますリードフォートエルズ現在3ポゼッション差を確保しております。そのエールズのキックオフで試合再開となります。キッカーは2番の石井が務めます。さあ三重リターンに入った。ここでリターナー81番果敢にも中央突破しまして前進図りました。その際にプレッシャーからボールをファンブル。ファンブルしたボールをすくい上げたのはリードフォートエールズ8番。従いましてこの時点で攻守交代となります。ターンオーバーとなりリードフォートエールズに攻撃になります。三重非常に痛いミスが発生いたしましてここは攻撃権を失う形になりました。逆にエールズは再び相手陣深い位置から攻撃を入る形になります。相手陣12ヤードからリードイフォートエールズファーストダウン10。ここでホイッスル。
ここでエールズが前半1回目のタイムアウトを投入しました。ここで得ました攻撃を生かさんと、ここで一旦チームを落ち着ける意味でタイムアウトを取ったと思われます。しかし素晴らしい判断でボールを奪う形に成功いたしましたが、リードエフォートエールズの8番の渡辺だった模様です。8番の渡辺が先ほどのファンブルリカバーを見事決めました。さあ攻撃にリードエフォートエールズ入ります。相手陣12ヤードからリードエフォートエールズファーストダウン10。さあまだ倒れない。ラニバック34番ハンドオフで左オープン展開、ディフェンス殺到する中スピンターン決めながら前進図りまして、ゴール前1ヤードに迫りました。ナイスラン、見事なランを展開します。34番の八木です。エールズゴール前1ヤードからファーストダウン2ゴール。中央へダンプレータッチダウン、失礼しました。現在ホイッスルが吹かれております。イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を用いました。バックスが5人にいる形になっておりました。アメリカンフットボールはルール上バックスは4人までしか配置できません。人数オーバーという形で反則となり5ヤードバッタイし、ファーストダウンやり直しです。従いましてエールズ相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴールでプレー再開です。さあ今度は右オープンへランプレーを展開しました。ラニバック34番ピッチ受けて右オープン展開を図りましたが、しかしこれは三重も対応いたしました。サードダウンにセカンドダウンに変わります。エールズ相手陣3ヤードからサードダウン、失礼しました、セカンドダウン2ゴール。パス不成功。今度はパスプレーによりタッチダウンを狙いました。やりましたレシーバーにパスを投じましたが、これは三重パスカバー見送、パス不成功に変えています。ダウン変わってサードダウンに変わります。エールズサードダウン2ゴール、残り3ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード下がりましてサードダウンやり直しとなります。従いましてエールズ相手陣8ヤードからサードダウン2ゴールと状況変わります。エールズサードダウン2ゴール、残り8ヤード。
ッチダウン。ここでエールズは左オープンへのランプレーを選択しました。ピッチを置きました34番、そのままスピードによって左オープンへ展開、そのまま相手ディフェンスを置き去りにしたままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。エールズ34番八木の走りでさらにタッチダウン重ね6点追加としております。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、リード予報とエールズ29点、三重ファイアワード0点となっております。着々と点を重ねます三重ファイ、リードフォートエールズのキックオフで試合再開となります。このキックはエンドゾーンまで入りましてタッチバックとなります。タッチバックですので三重ファイアバード自陣25ヤードからの攻撃になります。ファイヤーバード自陣25ヤードからファーストダウン点で試合が始まります、攻撃開始です。前半残り時間は2分56秒となっています。パス不成功、左に展開していた7番にパスを投じました。しかしディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。ファイヤーバードセカンドダウン点、ボールオン自陣25ヤード。パス不成功、今度は右側にいました82番にパスを投じました。しかしこのパスキャッチできずサードダウンに変わります。ファイアバードサードダウン点、ここで右方向へオプションプレーを展開しました。何枠にピッチしましてオープンの展開を図りましたが、しかしこれはエールズディフェンスに奮闘しましてフォースダウンに変わります。三重ファイアバードフォースダウン点、パントフォーメーションを取りました。エールズ左に入った三田の8番サイドラインが駆け上がりまして相手陣30ヤード付近で攻撃位置を確保し、ここからの攻撃となります。失礼しました、39ヤードの位置となっています。さあエールズ相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。前半残り時間は1分50秒。
リードフォートエールズファーストダウンテン。不成功。クォーターバック4番、プレッシャーを感じながら右に流れてワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、このパスをキャッチできずパス不成功となっています。リードフォートエールズセカンドダウンに変わります。エールズセカンドダウン10。パス不成功。今度は中央を切れ込んでいったワイドレシーバー17番へのパスでしたが、このパスタイミングが合わずパス不成功となっています。サードダウンに変わります。リードフォートエールズサードダウン10。クォーターバック4番、プレイアクションからパスを投じようとしました。しかしここに三重ディフェンス陣佐藤57番73番が襲いかかりまして QB サーク大きくロスをしフォースダウンに変えました。見事 QB サーク果たしましたのは三重ファイヤーバード57番服部73番清水でした。エールズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなりましてパントの場合は相手チーム20ヤードからの攻撃と変わります。三重ファイアワード、ここはエールズの攻撃をしのぎまして攻撃を取り返す形に成功しております。三重ファイアワード自陣20ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを中央に投入しました。キャリア83番、密集点の突破を図りましたがしかしノーゲイン、セカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10。ここで前半が終了となりました。前半終了となりまして、リードフォートエールズ29点、三重ファイヤーバード0点、リードフォートエールズが4ポゼッションリードする形で前半戦終了です。双方ともその秋を見据えた戦いが見え隠れする一戦となっております。ディビジョンが異なりますので、この両チームは対戦することはありません。しかし逆に言うと入れ替え戦等が発生した場合は万が一ということもあり得るカードではあります。現時点では X2 である、エールズが試合の主導権を握り有利に進めておりますが、
このハーフタイムでどのような状況変化が生じるでしょうか。この幕割をこの配信のインターバルとさせていただきます。